さてですね、今回はですね、まあ、人生に疲れちゃったりとか、あ、自分の人生こんなもんか、とかね、えー、そういう落ち込んだ時にね、ちょっと思い出してほしいことなんですけど、えー、っと、それはですね、誰かにとっての最高の人生を目指すよりも、どちらかというと、今の自分にとっての最善の、えー、人生みたいなものをね、あの目指すのがいいんじゃないかなというお話ですね。ね。 えー、結構ねやっぱ世の中の情報を見てると人生ってこうあるべきだとかこれが最高だみたいなこうんでしょうね話がよく出てくるじゃないですかねそれはえー、いい勉強して学校ね学校で勉強していい大学入っていい会社入っていい年収もらっていい家を買って、えー、いい家族を設けていい車乗って、えー、みたいなね <laughs> そういう誰かにとっての最高みたいな人生があるとするじゃないですか。 こ,うやってね、これが誰かにとってのこれが最高だよっていうねここここをみんなが目指そうとするんですけどもとはいえこれはもう誰かにとっての最高なわけですよでも自分にとっての最善ですよねっていうのはまた別の軸として存在するものだと思いますね別のものだと思ってくださいとでこの辛い時こそそうなんですけどもあのー、人の でしょう庭が青く見えるみたいな話があるように、えっ、ー、と、誰かが楽しそうにしてるのを見たりとか、誰かがこう嬉しそうにしてるのを見たりとか、幸せそうだなって、こう、見、見えちゃうんですよね。<laughs> あの、誰かにとってのこの最高っていうのは。で、えー、そうやって見たときに、あの、自分がね、えー、そうじゃなかったとき、辛く感じるんですよ。えー、例えば、こう、うまく動け、動き出せないとか、こう、勉強があまり得意じゃないとか、 えー、会社で働くのがま得意じゃないとかそもそもどして体調があんまり良くないとかね、えー、いろんなものがあると思うんですけどもそうなった時に誰かのこうなんでしょうねあのビジョンみたいなもの他の人の庭がこう青く見えたりっていうことはあると思うんですよで、えー、そうやって皆さんがここにいるとしましょうかこう,こうやってねここにいたとしましょうね でそうなった時に、この自分の軸というか、自分にとっての最善ね、自分ができることで狙える、あの、狙えるって言うとあれですけども、自分が、あの、できることで進んでいく人生はこっちにあるわけですよ。こういう風にしたらいいかなって、この、なんしょう自分にはこういう風なことができる、ね。こういうのは得意だとか、えー。でも逆にこれ以上はできないかなっていうのがあるわけですよね、こっちに。で、そしたら本当はこっちを登っていけばいいんですよ。こっちを積み上げていけばいいわけです。でも なぜだかわかんないけど自分のことってあ,のあまりよくわかんなくてどっちかというとやっぱりこっちを見ちゃいますよね誰かにとっての最高をえやっぱり目指してしまうとそうなると,うんとこれは誰かにとっての最高なわけなので自分にとっての最善というかね自分がこっちを目指そうとするとやっぱり辛いわけですよだって無理してるわけですからね 100%の力を出しても届かない。120%の力を出さないとここには届かないっていう状況になってしまうわけだと思うんですよ。そうすると、この20%分が常に自分の体を壊したり、メンタルを壊してしまうことにつながると思います。無理してる、無茶してるっていうわけですからね。ではなく、どちらかというと、自分のペースで進めるところ、自分が、えー、できること、 をちょっとずつ積み重ねていくっていう、この、ある意味、自分のペース、マイペースをね、保って、自分でできる、自分の中の最善っていうのをねえ狙、あのー、目指してほしいかなと思います。マイペースね。自分の中のマイペースを目指してもらえたらいいかと思います。で、面白いもので、とはいえ、やっぱりね、 ああ、いいな、あれもいいな、これもいいな、そう、あの、ああいう人生が良かったかなって、こう、ね、思うことの方が多いと思います。だけど、そこに行くのはとても難しかったりとか、もしくは、えー、っと、その最高っていうのは誰かによって、誰かによって作られたものだったりするんですよね。あの、あれと同じです、あのー、家を買う前に内見するじゃないですか。えー、っと、なんて言うんだろう、あの、 家を飾ってあるところ <laughs>。こういう家があるよ、こういう家が素晴らしいよっていう、えー、家の下見みたいなもので、家を買う前にこう覗きに行く家ってめっちゃ綺麗に見えるじゃないですか。でも、何でしょうね。それが自分にとって最高のものなのかっていうとそういうわけじゃなかったりしますよね。大衆に向けてこれが最高の家ですよっていうふうにこうアピールすることはできるんですけども、でも自分にとってその家が確実にいるかというとそうじゃなかって、そうじゃなくて。 えー、自分にとってこういうものがあればいいやと思えば思えたら本当はそれでいいわけですよね。で、その中でもね、あの、何でしょうね、それはレベルを下げなさいとかっていうわけじゃ全然ないんですよ。あの、どっちかっていうと、自分にとって必要なものは揃えたらいいわけです、ねえー。例えば、家は狭くてもいいけども、ね、植物を置きたいなと思ったらあの日の、日当たりのいい家を選ばないといけないわけですよね。 他にも騒音がちょっと耐えられないなと思ったら、えー、騒音の少ないところに、ね、大通りから少し逸れたところに、えー、家を探した方がいいわけですよね。ね他にもえワンちゃん、猫ちゃん飼いたいなと思ったらいいそれを飼える家を、あのー、探した方がいいわけですよね。これは今の自分にとっての最善の選択なわけですよね。でしょ <laughs> けど世の中はほらタワーマンション、何階建て以上、とっても広いリビング、ダイニング、キッチン。 ね、えー、部屋も何個以上とか駐車場がありますとかえー、駅から徒歩何分っていうものをこう提供提供というかこれが最高だっていうふうにこう打ち出すわけじゃないですかでもそこで猫ちゃん飼えなかったりとかワンちゃん飼えなかったりとかあの植物というか日当たりが悪かったりとかまあほとんどの場合はいいと思いますけどね日当たりが悪かったりだとかあと電波入りづらかったりとかねえー、そのそもそもとしてその地域が好きじゃなかったりしたら あ自分にとって良くないわけですよね,ねだけどこう世の中はやっぱりこっちをあのいいよっていう風にこうに情報発信されますのでしちゃうからねだけど自分はこっちのねあの世の中はこうだけどもでこっちも自分もこっちに関心はあるはあるけどもその中でも自分の,あの自分が大切にしているものとか自分のペースでできることをやっていこうであればちょっとずつ自分にとってね最善のものっていうのが見つかってくると思います。 ねえー、こ,のこういう考え方ってそうなんですけどもあの冷静な時じゃないとなかなか難しかったりします、ねえー、他にも何でしょうね頭がいっぱいの時ってやっぱりできなかったりするんですよなのでたまにはね自分今の自分無理してないかなとか今の自分無茶してないかなとか今自分ちょっと苦しすぎないかとかこうたまに振り返ってみてほしいんですよ <laughs>、ね、あの悩んだり あの、辛いなって思ってるっていうことは、あの、知らず知らずの間にどこかしらで心身ともにね、ダメージを受けているわけですから。なので、こう、ね、そのダメージが蓄積していけばいくほど、うん、心と体が壊れていってしまうし、えー、ポッキリ折れてしまうっていうこともあると思います。で、そこから立ち上がるのって結構大変だと思います。皆さんが思っている以上に、えー、大変なことだと思います。で、今ね、あの、見られている方で、 心が折れてしまって、そこからこう、見ている方っていうのもいらっしゃると思うんですけども、その中でも、ここにね、こう、みんなが求める最高、みんなが、な、何しろ、みんなが言う、えー、最高のもので、ここに戻ろうとすると思うんですよ。えー、体調も戻して、あの会社も、えー、戻して、みたいなね、あの収入も、みたいな、こっちを、みなさん、狙うんですけども、そしたら、また無理しているわけなので、またきっと心折れちゃうと思うんですよね。 ではなくその、そんな自分でもできるあの最善のルートっていうのを選んでいってほしいと思います。ね。うん、でこの、この最善っていうと、なんかこう我慢しなきゃいけないんじゃないかとかうーん、この程度に収めないといけないんじゃないかとか、 うーん自分ってこんなもんだよねってこう考えてしまうかもしれないんですけども、全然そういうことじゃなくて、今の自分ができる程度ので、今の自分ができる範囲でマイペースにやっていこうと。そしてその中に自分の好きなものを散りばめてみたりとかね、えー、自分の嫌いなものをちょっとこう逆に外してみたり、みんなはいいって言うけど、自分はこっちが好きだ。例えば、 あのみんなはねあのカレーライスが好きって言うけど僕自分はハヤシライスが好きって思ったら別にハヤシライスのを食べる回数を増やせばいいわけですよねもう無理にそのカレーライスに寄せなくてもいいわけですよ自分の好きな食べ物か他にもワンちゃん猫ちゃんがいたとして犬派猫派がいたとして、えー、自分は犬が好きだけど今流行りは猫だからっていう風になったとして別に猫に寄せなくていいわけですよねでキノコタケノコの里ってこうお菓子チョコレートのお菓子あるじゃないですか別にそれはどっちでもいいわけですよね あの、キノコでもいいし、タケノコ、どっちも、あのー、好きな方を選べばいいし、どっちも食べたかったらどっちも食べたらいいんですよ。別に流行りに乗る必要はなかったりしますよね。っていうふうに、別に、それが、あのー、何でしょうね。質が低いとか、あのー、レベルが低いとか、そういうわけじゃ全然ないんですよ。むしろ、あのー、自分を大切にするっていう考え方、自分の、えー、感覚もそうですよね。 自分の心と体を大切にしつつ自分の好きなものも大切にすると。でそして、えー、無理に世の中の意見に合わせようとしない、えー。無理に世の中のペースに合わせようとしない、えー。無理に世の中に、何でしょうね、世の中からいいと思われようとしない。ね。えー、っていうことをー考える。意味でも、この世の中のと、世の中にとっての最高と思われているっていうこの軸と自分にとっての最善っていうこの軸、2つを、ね、切り分けて。 考えてみてみくださいでたまにあの頭いっぱいになっちゃってこう、まあ、しんどいなって思っちゃったりとか自分の人生ってってこう思ったらこの図を思い出してこっちに無理やり寄せようとしてないかなってこう思い出してみてください。で何でしょうね世の中にとっての最高というかこうみんながいいよねって思っているものって実はそんなによくなかったりすると思います。あの 変な話ね。<laughs> それよりも自分がにとって大事なものっていうのがあるのであれば、そこをもっともっと、もっともっともっとこう深掘って、もっともっとこう探求して、もっともっと味わってみてほしいと思います。そしたら、みんなが体験できないような、より深いような、えー、体験っていうのができるだろうし、えー、皆さんがこう、経験したことないようなものを逆にね、えー、提供できる側になるかもしれませんし。 その先には、その、実際に行ってみないとわかんないんだけどもね。<laughs> っていうこともあるので、あの、あんまりこう、世の中の評価とか、世の中の感性とか、世の中の軸みたいなものだけを優先するっていうことは、僕自身は全然おすすめじゃないです。うん、無理に自分の中から出てくるもの、自分の感覚、えー、自分の情緒みたいなものっていうのをこう歪め、歪めるって言うとあれですけども、えー っってていいいう感覚になっていくと思います、うん、無理してるわけですからね。ではなく自分にできること自分のできるなりに、えー、自分のできる範囲でマイペースに進んでいってもらえたらいいと思います。うん。その心のゆとりみたいなものが、あのー、新しい発見につながったり、えー、より新しいなんでしょうね、あのー、視点につながったりだとか、えー、より面白いものを見つけられることができたりとか えー、することにもつながると思いますので、決して全然悪いことじゃないっていうことをね、えー、覚えておいていただけたらいいかなと思いました。はい。こう、なんでしょうね。とはいえね、やっぱり人間なのであの、どうしてもね、その、みんながこれがいいよってこう、思う方に進んでいっちゃうと思うんですよ。<laughs> こう、なんでしょうね。これがいいよってな、あの、 いいよーってこう言っているキャラクターねこのキャラクターをあのかっこよく見せたりすごい人がいい言うようになってるんですよすごそうな人が言うようになってるとそうするとなんだかそれが正解なようにこう思えてくるじゃないですか <laughs> ねこうでそしたらその自分がこう夜なそういう こういうい風になっているこの最高の自分最高の自分みたいなものをこう提供している方々を見た時に情けなく思うと思うんですけどもんみんな多分そんなに <laughs> じゃあ,ある意味作られたものというか、えー、広告だったりもしますんであまりこう気にせずに自分のこの軸を。 大事にしてもららえたいいいと思いますそしたらね逆にブレなくなると思いますしあの無理しすぎるっていうこともなくなると思いますしそういう心のゆとりとか体のゆとりみたいなものが自分の成長にも役立つと思いますもちろんその中でもちょっとここは頑張らなきゃとかちょっとここは踏ん張んなきゃっていうところは出てくると思いますそして、えー、や,らなやりたくないこともやらないといけないこともいっぱい出てくると思いますけども自分がやりたいことをするためにやりたくないことをやるっていうことは結構できたりしますからね ね、そうでそのためであればね結構行動できたりするのでやりたくないことをやりたくないなりにやりたくないだけやことだけを続けていってその誰かが提案したんー人生みたいなものの,のルートに突っ走っていく必要はないですからまあね適度ねこのバランスを見つつ <laughs>、あのー、やっていってもらえたらいいかと思いますねやっぱりあるんですよね あの迷えば迷えば迷うほどというか、辛くなれば辛くなるほど、こっちがね、見えてこなくなっちゃったりとかね、この自分の軸があったとしても、見えなくなっちゃったりとか、世の中がこう言ってるからこうなんだってこう思っちゃったりとかするし、なんかね、こっちに自信がなくなってきちゃったりするし、このままじゃ危ないかもしれないって考えてしまうんですけど、こっちはこっちで別に危なかったりしますし、世論なんてサクッと変わりますから。ね、そもそも世論、 何かによって操作されていることもなくにしろあらずなきにしもあらずだったりするので、えー、自分の、ね、ペース自分の好きとか自分の嫌いっていうのをちゃんと自分でこう把握して、えー、自分のペースをつかみつつ無理しない程度無理しすぎない程度に、えー、人生楽しんでいってもらえたらいいかと思いました。ね、うん、はいということでね今回もあのー 深呼吸をね、えー、3回だけってお分かりしようと思います。ちょっとね、えー、天気がいいので、窓際に来てますけども、うまく通れてなかったらごめんなさい。<laughs> ね、たまにはね、こう、何でしょうね。ちょっと話それちゃうんですけども、こう、日の当たるような場所にいるとなんか心がポカポカしませんかポカポカしませんか心がポカポカするってことは、心がポカポカするなりに体の中でなんか起きてたりするので、えー、なるべくこうやってね、日の当たる場所に、あのー、いてくださいと。朝は特にね。 そしたらちょっと良くなりますからね。っていう僕の軸もありますと。<laughs> 世の中はなんて言えどね。えー、まあそれを一旦置いといてと。じゃあ,あの今回深呼吸をね3回だけやっておかりしようと思います。やり方はとても簡単で、まず口から息を吐いて、ふーっと脱力します。で、鼻から息を吸って。口から息をゆっくりと、えー、長ーく優しく吐きます。ふーこれは3回繰り返しましょう。では行ってみましょう。まず口から息を吐いて、 鼻から息を吸って口から息をゆっくりと長く優しく吐きます鼻から息を吸って口から息をゆっくりと長く優しく吐きます鼻から息を吸って口から息をゆっくりと長く優しく吐きます 最後にもう一度鼻から息を吸って口から息をゆっくりと長く優しく吐きますおまけにもう一度鼻から息を吸って口から息をゆっくりと長く優しく吐きますはいお疲れ様でしたねえー、ねこうやって自分の感覚とか えー、自分のペース、そして自分のやりたいこと、自分のやりたくないことっていうのをちゃんと自分で把握して、えー、ね、誰かの最高、誰かが思う最高の人生ではなく、自分のできる、ね、自分が好きだなと思えるような自分でとってのが最善の人生っていうのを、ね、歩んでもらえたらいいかと思います。はい。ではまた、この場所でお会いしましょう。またね、大丈夫です。ちょっとずつね。ではでは。